マカオグランプリマカオグランプリは1954年よりマカオの中心地の行動を使用して開催されている世界的に有名な市街地レースで毎年11月中旬に開催される1962年当時マカオがポルトガルの海外領土であった1954年に地元に住むポルトガル人やイギリス人家境のモータースポーツ愛好家の手によって始められた なお当時はアジアで唯一の自動車生産国である日本以外にアジアにパーマネントサーキットは存在しておらず当然領土が狭いマカオにもパーマネントサーキットは存在しないためマカオ成長の許可を取って行動を閉鎖しいわゆる市街地レースとして開催された当初は地元のマカオや香港フィリピンなどの東南アジア諸国に住む裕福な欧米人や華僑。 日本のアマチュアの愛好家による草レース的なものであり、厳密なレギュレーションも存在せず、フォーミュラカーとツーリングカーが混走するなど、そのレース内容も低レベルなものであった。グランドスタンドとコントロールタワー、その五千九百六十年代に、フォーミュラ一チーム、セオドールのオーナーで、東南アジア有数の大富豪であるテディップによる、テコ入れなどによって、九百七十年代に、 トヨタ自動車や日産自動車、マツダなどの日本の大手自動車メーカーが相次いでワークスやセミワークス体制で参入し、三菱がワンメイクのレースをスタートさせたりして日本人の参加者も多数出るようになりました。次第に世界的にも知られる市街地レースの一つになっていった。同時期はトヨタ自動車のワークスドライバーであった菅信秀が市販車部門で トヨタセリカをドライブし日本人初優勝と2連覇を達成し、マカオの虎の異名を取った。また、開催時期には、香港やアジア各国から多くの観戦客が訪れることから、ポルトガルのマカオ成長も観光資源の一つとして、積極的にプロモーションを行うようになっていき、ポルトガル総督も観覧するほか、マカオ港の旅客ターミナル付近への本格的なピットエリアや、 グランドスタンド、ガードレールの設営などのインフラストラクチャーの整備も行われるようになっていった。なお、1970年代初頭までは、フォーミュラカーとツーリングカーが混走していたが、中級フォーミュラであるフォーミュラパシフィックの本格導入などにより、クラス分けされ複数のレースが開催されるようになり、これを受けて、上記の間やリカルドパトレーゼ、 関谷正則などの日本やヨーロッパのプロのレーシングドライバーが多数参戦するようになっていった。アイルトン・セナがドライブしたセオドールの F3 マシン現在のギアサーキット GT アジア選手権その後、1983年より国際格式の F3 マシンによって行われるようになって以来、各国の F3 選手権の上位者が集結し、 F3 世界一決定戦として扱われるように、ナりその知名度、格ともに世界有数のものとなった。なお1990年から1993年にかけては、マカオグランプリの2週間前に富士スピードウェイで行われるインターナショナル会三リーグと合わせて、日本やイギリス、ドイツ、イタリア、フランスなどの世界の F3 選手権の上位入賞者を集めた。 F3 世界一決定戦シリーズとして開催されたこともある。実際に、アイルトン・セナや、ミハイル・シューマッハ、デビット・クルサード、ラルフ・シューマッハ、佐藤・拓馬など多くのレーシングドライバーがここで勝利を上げた後に、会一へとステップアップするなど、若手ドライバーにとっての登竜門的存在のレースとなっている。マカオ GP 公式サイトでは2003年以降毎年、 現役の F1 ドライバーのうち何人がマカオ GP 経験者であるかを紹介している。中華人民共和国にマカオが譲渡された後の2005年からは FIA 世界ツーリングカー選手権の最終戦にギアレースが組み込まれ、事実上の2枚看板となったほか、サポートレースのメインレースとして日本や中華人民共和国、マレーシアなどのアジア各国で開催され、 アジアの富裕層を中心としたジェントルマンドライバーから元海一ドライバーや元フォーミュラ日本や元スーパー GT のドライバーまでが参戦する GT アジア選手権の最終戦も開催されるようになるなどその規模内容ともに拡大していく2009年と2010年の GT レースにはその後 FIA 世界耐久選手権に参戦することになる沢圭太が 日本人ドライバーとして初連覇し、初代、マカオマイスターと呼ばれることになる。2013年は60周年記念ということで、11月9日と10日、14日から17日までの2週末に、渡り、複数のレースが開催された。これに伴い、今回初開催となる、アウディアール 8LMS カップや、ポルシェカレラカップアジア、ランボルギーニスーパートロフェオアジアシリーズ、 ロータスグレーターチャイナレースなどの日本や中華人民共和国、シンガポールなどのアジアの富裕層をターゲットにした複数のワンメイクレースがサポートレースとして開催される。レースクイーン2015年より FIAGT3 規定車両による FIAGT ワールドカップがスタートし、これ以降はジェントルマンドライバーのお遊び的レースカラーが強かった GT に ワールドクラスの GT ドライバーとメーカーワークスが入り混じってより混迷した戦いが繰り広げられていく。さらに2016年より国際自動車連盟公認の世界選手権となったことで F3 レースが FIAF3 ワールドカップに昇格された。これに伴い1983年以来 F3 のワンメイクタイヤを供給してきた横浜に代わって ピレリが新たなタイヤサプライヤーとなるが、2017年に横浜がタイヤサプライヤーに復帰した。今後はこれら2つの FIA ワールドカップと FIAWTCC の3つのカテゴリーのレースがメインレースとして行われ、さらにいくつかのサポートレースが開催されることになる。2019年ヨーロッパ解散と GP3 を統合した。 FIAF3 シリーズがスタートしたことを受け、マカオグランプリも新しい F3 企画の車両で行われることとなった。2020年は COVID-19 の影響でヨーロッパ勢のマカオへの渡航が困難となったことなどから、例年の F3 や世界ツーリングカーカップといったレースの開催を断念し、中国海洋を中心としたローカルシリーズによるイベントとして行われた。 ギアサーキットコースズマカオ港の国際旅客ターミナル付近の直線道路をスタート地点に旧市街地を中心に約6キロメートルの一般道を走り抜けるギアサーキットと呼ばれるコースを使用する。なおピットビルこそ専用の施設を使用するがピットの作業エリアが足りないことからサポートレースのピットに旅客ターミナルの地下駐車場が使用されている。モナコグランプリが行われる モンテカルロ市街地コースよりも道幅が狭い地域も多く世界でも有数の難関コースとして知られる。安全面での充実が図られているにもかかわらず2012年には2件の2017年には1件の死亡事故が起きているほか多重事故が起きやすいことでも知られている。2018年はマシンが 200km を超えた速度でフェンスに激突する大クラッシュが発生し NHK 他でも報道されるなど話題となった。自己車両撤去やセーフティバリア補修のためセーフティカー導入や赤旗中断でレースが長引き進行スケジュールが遅れることもある。ギアレースを走るホンダのアンドレクート練習走行、予選、予選レース、決勝レースが金曜日、土曜日、日曜日の3日間にそれぞれ開催される。 また他にもスーパーカートのレースやパレードなど様々なイベントが開催される。ありがとうございます。